4月13日金曜日朝6時5分のホームポイントはいいうねりが入ってますね。風はほぼ無風、いやオフショアですね。背後からゆるいオフが吹いてますね。あーいい感じ。ロングならテイクオフできるのかな。いいうねりが、ややインサイド気味にブレーキしてますね。もうちょっとアウトでブレーキしないかな。ホームポイントの右もほぼ無風、かすかなオフショアで、こちらはまあうねりは入ってますが左ほどではないですね。いい感じのうねりは入りますね。気温は6度ぐらいですね。肌寒い感じがします。今風はほとんど吹いてないですね。ここにこれだけいいうねりが入ってたら他のポイントで十分乗れそうですね。